サワディーカー。それではまずバンドのご紹介と自己紹介の方をお願いいたします。それではもう見たい僕ら、僕らをバリスティックボーイズ、今週マサクラ、今週ミクイクラ、今週リュウセクラ、今週リュウテクラ、今週ヨシクラ、今週リキクラ、今週ミキクラ。今回タイに来てどういう活動をするんですか？はい、今回はですね、自分たちもともと結成当初から世界進出を目指して結成されたグループですなんですけれども、でコロナ禍とかになってなかなか来れなかったので、やっとこう海外を目指して新たなこうまた自分たちの戦略が再スタートして、こうやってタイに来て、タイでは本当に何て言うんだろう、またゼロからスタートするぐらいの気持ちで、たくさんの方に知ってもらえるようにいろんなことにチャレンジして、活動していきたいなと思ってます。そんな方とこうプロジェクトを通して一緒にこう活動させていただけることは本当にありがたいですし、光栄に思っています。はい、そうですね、今日1曲だけパフォーマンスさせていただいたんですけど、明日は僕たちが日本でたくさん準備してきた今の自分たちの 100% を見せれるステージを用意してきたので、タイの皆さんぜひ僕たちに会いに来て、たくさんの声援を待ってます。お願いします。レオツーカンナクラブ、キットントゥッコンクラブ。はい、そうですね、僕たち7人はもちろんですけど、はい、僕たち7人はもちろんですけど、僕たちバリスティックボイスと、そしてサイキックフィーバーの、2グループで、今後はこうゴルフさん、マイフィーロさんと、一緒に、番組ブレイキンに出させていただきますし、あと僕たちのこうこっちのタイでの生活というものもドキュメントとしても撮っていただくので、そういったところも今後タイの皆さんに知っていただき、僕たちのパフォーマンスだったりもちろんですけど、プライベートな部分も今後たくさん見てチェックしてもらえるかなと思います。
まずメンバー全員はプーケットに行きたいなと思ってるのと、あとイベントごとで小室祭りにすごく行ってみたいなと思っております。みんな食べました。アロイアロイ、この間ゴルフさん買うまいかい、はい、そうなんですね。あのめちゃくちゃ美味しかったです。なんていうんですかね、あのカオマンガイ好きなんですけど、本当に今まで食べてきた中で一番美味しいカオマンガイをあのエグヒーローさんに、まあ、サプライズでじゃないですけどプレゼントしていただいて本当に嬉しかったです。僕は、グリーンカレーが好きなので、あのいろんなグリーンカレーを巡りたいのと、あとリキとも話してたんですがガパオライスで、メンバーみんなも食べたいって言っている、プーパッポンカリー、ぜひとも美味しいお店を見つけたいという強い意志が私にあります。そうですね、まあ、本当にあのタイに来させていただいてまだ数日しか経っていないのに、こんな素敵な環境で、まあ、活動させていただいている以上は、まあ、ここから半年間という期間もありますので、まあ、いろんなこう F ヒーローさんにあのいろいろとこうサポートしていただきながら、自分たちもその F ヒーローさんだったりとか、まあ、タイの方々の期待以上のものを、自分たちもお届けしていけるように、まあ、メンバー一丸となってまあ、LDH 総出であの盛り上げていきたいなと、自分たちも責任持って盛り上げていきたいと思っておりますので、まあ、ぜひとも楽しみに、バリスティックボーイズのことを応援してください。スー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  IG チェック please Yes Twitter Facebook Yes for breaking from TikTok すごい日本語10月わかる。ความคาดหมายของคนออกมานะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ทำกิจกรรมแล้วก็มีรายการ
OK。 メディアさんは動画のデータで使うので、はい、ちょっと後ろの音が小さくなってからまた再開します、はい、今インサートを垂らせてください、はいはい、大丈夫大丈夫、怖くする。みんなもうちょっとアピールして。こういうことだと思います。みんなもうちょっとアピールして。何がみんなとか読むのよ。音かって。だいぶ落ちてる。なんか台本見れば。めっちゃちっちゃなったから大丈夫。